はい、どうも、スタビ。スカイさん、どうもね。ちょっと炎も消えちゃったよ。焚き付け直そうかな。バーグ、素材バーグつけようか。ティッシュペーパー2枚ぐらいでいいかな。ティッシュペーパー2枚。ようか、すごい。
行って行った行ったかな行って行った。なんとか釣ったかな、確かに。あ、釣ったね。ちょっと食べたち。バーゴのね、ヘキサゴンウッドストーブで焚き火です。ちょっと。
バーゴです。今日は泊まりながら帰りますよ。日帰りです。炎なる幸せ、見えるかな？今日はバーゴで焚き火です。もう鶏皮はね、塩焼きはもうあれもう終わったです。鶏皮も食べ終わって、今焼きうどん食べてます。焼きうどん、鶏皮入って焼きうどんね。温め直そう。寝ちゃったから途中で。4と牛について今日本当、今日は着火剤使ってないですね、今日は。今日ティッシュペーパーつけたからね、今日は着火剤使ってませんから。最後は使わないでいけるかな。今日は着火剤使ってません。ティッシュペーパーとこの巻き物でやってます。炎っていいでしょ。炎なる幸せ、それが炎なる幸せだ。炎なる幸せいいでしょ。炎なる幸せいいよね。炎なる幸せ見えるかな。いいでしょ。ヘキサゴンウッドストーブで焚き火です。これが炎なる幸せよ。
のなる幸せです。わあ、この人。お湯沸かそう。ちょっと足して、これ家の水道水。
バーグで焚き火です。オーラナイフを使ってます。アスカもいい感じだった。アスカ行こうか。冷めちゃったから温め直して。炎なら幸せ。いいでしょ、炎なら幸せ。バーグで焚き火。今日はバーグのヘキサゴンクッドオーブで焚き火です。いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。今日ヘキサゴンの焚き火だよ。なかなかいいよヘキサゴンも。こぼした。大丈夫か。
今ブリを持ってきたから氷持ってきたんだけど。バーボンこの炎で神崎ね、神崎先生、神崎勝っちゃったからね、神崎勝っちゃった。ほうどうね。バーゴで十分だな、ね、バーゴ1個でも十分だけどね。今日着火剤使ってません。ティッシュペーパーをほぐしにしてやってます。うん、そうですね、うん、大事、食べながら大丈夫ね。Thank you.
ちょっと待って、そんなんなくない？いやーゆうくんないのに釣りしてるわ。つけばね、吹けば火が上がる。焚き火っていいね、ほら。今3時半ちょい前、20時半20分だ。うまいね、あっちが最高、あっちが最高。まだ花見は早かったね、首都圏はね。全然咲いてないよね。来週だろ、ほんとね、来週。来週咲くいいかもしれないね、その花ね。来週。何だけ差し替えようか。今日はこれにコップも2つ持ってきてるからさ、コードにやってます。入れて8分目くらいまで入れて、さっきもいい、あったまってるの、これと交換。はい、乾杯。バーゴ気に入っちゃったのと、バーゴ最高。ちゃぶちゃぶこのとこって超野球ゾーンで、もう飛び川と野球長ネギたまねぎ。
フードをお作りいただきました。あ、雑感。最初で締めの最後は多分丼ちょっと炒めて終わりにしようかな。焼きうどん締めの焼きうどん。この方はもう一回焼きうどんステップをします。巻きくべて。そうね、そう見た花見はね、でも暑からだから、そんなちょっと肌寒いからね、暑感がちょうどいいですね、ちょうどいい。ちょっと油入れよう。今日は酢焼きうどん、何も入れない、うどん炒めるだけで。今日はね、白菜の茎麺でこれ食べちゃおう。2食。具入れないから2食使っちゃおう。これでもう今日持ってきたら全部完食だから。うどんだけ。入らないかな、2食。茎麺。もう具はないからこれで炒めておしまい。ちょっと油を多めにして。油そんなに出ないよ。焼きうどんで。で、短冊飲みながら。これチャンドゥで買ったフライパン結構いい。これチャンドゥのフライパン、ちょっと水加えようかな。やっぱり水、ちょっと水加えようかな。ちょっとこれまで多い感じだ。焼きうどんうどん大好き。小麦粉系好きなんだ僕は。あれキクバブも好きだよ。あれも小麦粉塊だもんね。小麦粉でってやつ大好きだよ。たこ焼きもそう、お好み焼きもそう、キクバブもそう、うどんもそう。関西はキクバブでも珍しいよね。関西ってさ、たこ焼きとかお好み焼きの本場なのにさ、キクバブがないんだもんね。面白いなと思う、いつもね。そうでしょね、面白いね。あれキクバブって小麦粉でっただけのもんなんだよね。で関西はさ、小麦粉もんだとさ、有名、たこ焼きとかお好み焼きってすごいでしょ？メジャーだよね、関西ってさ、こっちより。でも、キクワブないんだよね。ほんと面白いと思う、そういうのね。うん。面白いよね、ほんとね。小麦粉のすごい王道の地元なのにさ、キクワブはないんだよね、あれね。面白いなっていつも思う、あれ。ね。うん。
ね、逆聞くとやっぱ東京の地元のもんなんて、それ本当に面白いやんね。外国から見たら意外と菊田も関西と思っちゃうよね。小麦粉だからさ、小麦粉系だから菊田も関西系かなと思っちゃうよね。関西なんもしんないし、違うんだよね、それはね。関西は小麦粉もいろいろあんのにさ、たこ焼きとかお好み焼き。でも、菊田はないんだよな、ほんと。面白いよ、ほんと。あ、もういい感じだ。醤油の風味のこんなもんで、あーいいね、締めは醤油風味の焼き肉、あーいい香りがした。もうこれでおろしちゃう。締めはこれ醤油風味の焼き肉です。じゃあこれを熱か飲みながら、しますよ、うん、しますよ。しめじ焼きうどんです。醤油丼、はい、こんにちは。こっちは電車の音です。結構京葉線がすごい、京葉線とかあれ有楽町線がすぐ近く通ってるんで、
あ、結構いるよ、向こうね。グループで来てる人ね。まあ、炎なる幸せ。バーゴで扱うみたいな。牛丼食べてね。大丈夫か。あ、これで最後だ。今日一生飲んじゃったの、一人で一生。じゃあこれ一生飲むから。じゃあ差し替え。いいね、はい、乾杯。ね、いいね、焚き火でしょ。ね、今日は100カラー使わなかったよ。ティッシュペーパーをほぐしにしてやったからね。特別なスープをあなたにあげる。だから瞳の奥にある私の星がやっぱおって歌いたくなっちゃうね。いいね、あの歌ね。あの歌いいでしょ、ね、あったかいんだな、名曲だよな。クマムシって今どういうやつなのかな。クマムシ何やってるかな。クマムシはお笑いじゃなくてさ、ゆずみたいにアーティストとしてもいけるそうだよね、あれね、クマムシね。ゆずみたいにじゃんね、アーティストとしていけそうじゃんね。
はい、美味しくいただきました。焚き火の火を見ながら一生缶酒ですか。そうです。あったかいよ。あったかいね。こんな風だったらなるね。あったかいんだから。ああ、歌おうか。あったかいだから。歌いましょうか。いつものようにさりげなく生存確認に一括してこんな風に配信しています。あ、もういいね。特別なスープをあなたに